皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作ゆきチャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。今日は6月の27日ということで、今日はですね、小惑星探査機はやぶさ2が、リュウグに到着してからちょうど1年という時なんですけれども、ちょうど1周年に合わせまして、JAXA がこんな画像を公開したわけなんですけれども、昨年到着した時から帰還を始める時までの流れを、まあ、画像で追っていっているわけなんですけれども、まあ、昨年の9月にまずはミネルヴァ2の1をリュウグ表面に降ろすことができた。これは終わりましたね。海外の宇宙機関と共同で制作したマスコットという着陸機も表面に降ろすことができましたね。それから今年の2月に1回目のタッチダウンを見事に成功させたと。それから記憶に新しいところで今年の4月ですね、衝突装置をリュウグに当てて人工のクレーターを作成することを成功したと。はい、で、ここからがこれからのミッションになるわけですけれども、そこでまあ2日前に JAXA が記者会見を行いまして、その人工的に作ったクレーターに対してタッチダウンを行うかどうかの判断の発表も行われました。それで2回目のタッチダウンが行われるということになりましたね。はい、その日時なんですけれども来月11日ですね。まあ、正確に言うと9日からそのタッチダウンに対する運用が始まっていくわけなんですけれども、タッチダウンの日付としては7月の11日になるということですね。まあ、これまでタッチダウンに対する運用を実行するかどうかの判断っていうのがまだ2つほど懸念材料があったために、まあ、確定していなかったんですけれども、その2つ十分なタッチダウンシーケンスが設計できることを確認した。まあ、安全にこうタッチダウンができる風に探査機をこう動かせることができるかどうかっていう、こういう設計ができるかどうかが確認されたと。それから1回目のタッチダウンをした時に地表がこう舞い上がったほこりでもって探査機の光学系、つまり光を、まあ、受け取る側の装置とかカメラとかにこう砂塵がついてしまって、光を受け取れる量が減ってしまったと。まあ、これ会見で言ったことでは、まあ、50% くらいに低下してしまったっていうことだったんですけれども、それに対する対策といいますか、受光量はまあ低下しちゃったてるんだけれども、それでも安全にタッチダウンができるっていう運用をすることができるかどうかっていう懸念があったことに対して、一応対策方法ができたということで、それも OK になったということで、タッチダウンに向けての判断は行こうということになったわけですね。で、実際どこにタッチダウンをするのかということだったんですけれども、当初はね、こうクレーターができたところにこう直接降りて、地中にある物質をこう採取するという計画だったんですけれども、実際そのクレーターができた場所というのがやはり周囲にちょっと大きな岩とかが多くて、まあ探査機の誘導の精度っていうのはだいぶ上がってるはいるんですけれども、それでもまあ誤差というのがどうしても出てしまうので、その誤差によって探査機がもしその地表のですね岩なんかに激突してしまって、探査機が破損してしまっては元も子もなくなってしまうので、そのゴツゴツした表面の中でもちゃんとこのクレーターを作った時に飛散したものをちゃんと取れるという場所を選んだ結果、こちらの画像を見ていただくと、画像の左下の方にややちょっと前よりも黒っぽく見えるちょっと えぐれたような地形のところが、今回作った、人工クレーターなんですけれども、そこからちょっと20メートルほど離れたところに、黄色い円で示されたところに C01CB という領域があるんですけども、半径 3.5 メートルですか、そこの中心
に黄色い点がありますけれども、そこにめがけてタッチダウンをするという計画ですね。で、まあこんな、クレーターから離れちゃってるところにその飛び散ったものがあるのかどうかっていうのを判断する、まあ、基準となったのがこちらの、まあ、資料なんですけれども、画像の 中央に一応あの人工クレーターがあって、でその周囲にこう黒っぽくこう広がって見えるのが、まあ、いわゆるこう飛び散った物質なんですけれども、この画像っていうのはいわゆる表面からの光の反射の強さをこう、まあ、画像として表しているものなんですけれども、クレーターができる前と後では明らかにこのクレーターの周囲にこう反射率が下がった部分があると。つまりそれは地中の中から出てきた物質がこう表面にこう広がっているということなんですね。地中にある物質が非常にこう光を反射しない、まあ、黒っぽい物質であるということが分かったということと、まあ、この画像を見るとその今回タッチダウンを行う C01CB の領域があるところがこの丸にこう点線で囲んでいる領域になるわけですけれども、そこにもちゃんと降り積もっているということが分かったわけですね。で、地中の物質が取れる場所かつ安全にタッチダウンができる場所としてその場所を選んだわけで、そこに7月11日に2回目のタッチダウンを行うということになったわけですね。まあ、当初は2回目のタッチダウンをやらないという選択肢もあったわけですけれども、まあ、今回ですね、いろんな検討を重ねた結果2回目のタッチダウンを行えることになったということなんですけれども、またですね、当日になりましたら極力情報の方をご紹介していきたいなと思っています。はい、というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンもチャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。